途中で何かお店があったら寄ってみたりしながら。よし、じゃあレッツゴー。レッツゴー。じゃあ検定お願いします。はい。じゃあナビお願いします。はい。危ない、やめてください。あ、危なかった。これさ、軽いんじゃないですか。いやいやいや、お前やめて。そう、今ちょっと前見たからですけど、今ちょっと前でブレーキの様子見た。危ない危ない。危ない次ね、ちょっとね、次山口行く前に、はい、トイレ行きたくなったから、はい、そうですね、ちょっとトイレ休憩したいんだけど、近くに街道の駅っていうのが、街道の駅、うん、はい、あるから、ちょっとそこにね、はい、寄ってみましょう。そうですね。あ、キッチンを使えばいいじゃん。キッチンを使えばいいです。出すか、出すだけ買えばそれで大丈夫です。あれ、ちょっと待って。 あ、今でした。あ、ちょっと待って。え、どこちょっと待って。あ、もうこの辺なんだ。この辺なんだけどな。歯医者さんの駐車場なのかな、これ。え、教師会で書いてあるの、歯医者さんかな。歯医者さんか。うん。あ、ほんとだ。じゃあ、こっちも上がってみようか、みんな。そうですね、上がってみましょう。じゃあ、休憩に入れましょう。はい。ちょっと一休みで、ローソン。はい。急ハンドルは、急ハンドルやめてください。急ハンドルは嘘でしょ。横も横もムチムチだった。いやー、すいません、なんか気をつけて。え、もう急ブレーキ切ってくれんの。いや、僕一回も踏んでないですよ。斜め右です。30キロでもゆっくりやる。やっとここから30分出ました。何やってんだい。もたもたしてるんじゃないよ。あれ、僕のせいなんですかね、それは。困った男だよ。物理的な問題だと思いますけど。ちょっとお土産をね、九州のお土産買ってらんことに気がついてから、はい、どうかないかと思ってたら、すぐもう橋を渡ったら山口に入ってしまうんだけど、手前にね、門司港、あ、その手前に何かあったんですか。うん、っていうのがあって、展望室があるから、あんまし長いはできんと思うけど、そこちょっと回ってみようか。そうっすね、うん、あれがいますね、あの、なんだっけ、セーラー服というか。え、ちょっとちょっとあれ、セーラー服で。いや、ちょっと、ごめんごめん。今ちょっとあの、観光地とかのお話したんだけども、え、ごめん。なんかやっぱし、あ、若いからね。ごめん。ごめんが。ちょっとあの、あ、ごめん、気使わなくてごめんね。あ、いや、大丈夫です。え、やっぱしあの、ケンケン、群馬県民だから海見るだけで興奮しちゃう。そうですね。あ、海が身近にないので。あ、なるほどね。はい。だからさっきあの、セーラー服の話で盛り上がった。僕ちょっとびっくりしてから。ああ、なるほど、うん、そうですね。ある意味海がないとセーラー服ないですからね。じゃあもし海とセーラー服は合わせて考えちゃう。そうですね。あ、そうね、うん、なんで急に気遣い出すんですか。いや、男の人でいろいろあると思うから。うん、おかしいんだよな、言葉のあやなんだよな、これ。わあ、すげえ海。ちょっと海沿いですね、この道。うん、なんかいろいろと面白い店が。面白いね。え、あ、デートスポット、これ。ケンケンはギリ行けるけども、俺おじさんやからね。ギリ行ける。何あのおじさんとかって言われるやつ。昨日お風呂入ってないんじゃないとか。とりあえずお土産をね。そうですね、うん、せっかくなら
キャンピングカー、あ、じゃなくて屋根があるのはね、多分ね、お金払うときに。そうですよね。うん。でも避けていけば通れそうですけどね、ここは。いや、出るときは。出るときはダメですね。行きましょう。はい。ちょっと遠い。バス来て入っていけるから、はい、多分、なんかあると思うよ。行ってみよう。うん、なんかほら、あの可愛らしい塔で人が入ってくるから、人を飲み込む悪魔の塔とか危険な塔だな。魔王城ですか。そう、楽しそうな雰囲気に連れられて、はい、人がどんどん飲み込まれていく。一緒に並んで入ったら、はい、入場いらんのじゃない。あ、しれっと。そう、しれっとツアーに紛れて、あ、入ろうという考え。え、そんな考え持ったん。え、怖、すごい誘導です。いや、怖い怖い、すごい。ケンケンさん、そんな人だったんだ。全然僕はやってないです。あ、え、そんなんいつも4。え、あ、これ中華料理の店だった。全然中華料理っぽくないね。確かに中華っぽくはないけど。あれ、じゃあ違うな。あ、でも向こうお土産屋さんみたいなのある。じゃあこっちでお土産買えるかもしれない。展望室がある。あ、でもお土産下にもあるね。どうしよう、ほんでもなんかその登るのお金いるんかな。事務所かな。300円元取れるかなっていう話。なんだろうね、見てからね、おーで終わると思うよ。あ、だからもうここから見た気分なとこ。すげえ、ほら、綺麗じゃな。ぐるっと、こんなに見えるよ。あ、やったー、見れたな。見れましたね。300円も見たね。まあこれ、夜じゃないと見れませんからね。そうだね。今昼間なんで。ケンケンさん、こんな感じでいいですか。大丈夫です、OK です。あ、じゃあ、あの指示通り、言うとき、やってきましたんで。ありがとうございます。始まった、始まった。始まったよ、これ。自分の指示みたいな。お土産屋さんがたくさんある。お土産のね、買い物市場っていうね、なんかすごいたくさんあるところがあるから見てみましょう。果たして九州のお土産はちゃんとあるのでしょうか。九州最北端。バナナカステラ。あ、なんか文字工がバナナカステラなのね。これね、カルカン俺大好きなの。カルカンがあった。山芋と米粉を合わせる。うん。これあのね、これ自分用に買う旅のおやつにしようかな。で、これは保存用にしようかな。で、これ鑑賞用に。今が旬です。いくらアイマスク。いくらじゃもんな。すごい高級な。そうだから中がぐにゃぐにゃです。うわあ。これあとで夜行バスも楽かもしれん。え、すごいな。これなんだろう、中身うまかっちゃうかな。すごい、750円。九州丸一。キティラーには、あ、キティラーって呼ぶけど。キティラー。キティラーだこれ。すごい。かわいい。日本一硬い乾パンらしいよ。え？で、二人して歯を取るっていう。天ぷら。試食 OK らしいよ。ちょっとじゃあお手前を。うん、美味しい。ナンバースリー明太子。うまい。バナナって別に取れるわけじゃなくて、からここで入港商談かな。ああ、来るとこなんですね。そう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 。さっきから気になったね、これ。気になってますね。甘くないと思うんだけど。結構は甘から来てる。そう。カルカン。あ、それだけはここで別なんですね。あ、なるほど。はい、すいません、ありがとうございます。はい、あ、お願いします。はい、ありがとうございます。たくさん買った。今もう1時がやばすぎやね。お昼時をすっかり逃すという。やばいね。でもお腹空いたね。ちょっとじゃあ急いで次の目的地へ、チャックした場所へ行こうか。意外と近かったね。でもお土産買うだけで1時間かかったよ。なんだかんだで1時間かかった。びっくり。100円安い。すげえ安い、びっくりした。夜間しかないかな、モモさん、これ。夜間とアイラップがあればなんとかできる。加熱料理はアイラップと夜間でなんとかできるけども。はい、出発進行。これ料金所。料金所っぽいですね、泊まってるんで。あ、160円いただきます。はい、1000円で340円のお返しです。はい、ありがとうございます。はい、すいません。はい、口がフグのトンネルの口。あ、すごい。センスいい。じゃあ海底トンネルなのっていうことなんですか。でも大きい橋見えましたよね、来る時。あれは上級国民のためのそうで、我々下級市民は、はい、
こうやって地下で、地下の方で、そうさあ、山口県の大陸、空、おー、はい、上陸した。左のどっちなんだろう、これ市街だから、左でいいんじゃないかな。左ですか、うん、下関市街ですもんね。そう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 、関門橋見えてきたよ。我々下級市民は従うと思ったけども、上級国民だけが通ることを許された、うん、なるほど。そう、空中に浮かぶ橋関門橋、でかいな。中国地方の人間はね、九州に向けて大砲向けてるからね。なるほど。そう、いいよ、お出迎えだよ。止める場所はね、多分ね、たくさんあってから、はい、無料じゃないかなと思う。3メートルなら行けるんで、どうでしょう。3メートル行けるんじゃないですか。はい、よし、お疲れ様でした。到着。ちょうどね、カラトのね、カモンワーフっていうところに来ました。ここでね、フグとかね、食べれるみたいなんで、どこで食べれるかちょっとよく分かってないんで、うろうろしながら探索してみましょう。行ってみましょう。はい、市場の方を見てみる。フグがね、はい、食べれれば一番なんで。そうですね。あ、ちょっと待って、ガチャガチャある。あ、すげえ、これがいい感じ。いや、行こう行こう。ケンケン、もういい？ガチャガチャとかもういい？カロト市場、うん。超楽しそうじゃないですか、なんか。すげえ。あ、この市場ってどっから入るんだろう。なんじゃこりゃ。わあ。インパクトある。で、ああ、あ、こうお土産センターね。トラフグの鍋を、お刺身もある。お刺身で魚、おお、アワビにサザエに。でももう昼回ったからね、なんかやっぱり午前中なんだろうなと思う。あ、揚げれてすぐみたいなあれがいいでしょ。そう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 、だから下調べがね、全然できとらんから一番いけんね。あー、閉まったね。あー、多分ここだったんだろうかな。この辺ですね。そうすると、じゃあもう本当食べれるお店は入るしかなくて、ね、うん、ちょっとね、あの遅かったようでから、だいぶね、あのお目当てのね、お店がだいぶ閉まっちゃってますね。ダメだったか。そうですね、閉まってしまったんですね。なんか言うた。安いもんね、500円だよ。6円ならいいんじゃないですか。ね、これで500円だったらありだろう。あ、すごい、これで800円とかって、なんか意外と安いんだね。これが欲しいな、俺。あー、ヒレ酒用のヒレ、これ大きさによって値段が違う。これ500円、800円、あ、違うんだ、はい、どっちがいいんだろう。じゃあ800円のトラフグをもらおうかな。で、これで、でも、はい、あ、すげえ、保冷剤がかわいい。はい、ありがとうございます。こいこう、いいのか買えた。新鮮なフグだよ、多分さっきまで泳いでたやつ、ね、うん、待って、袋がもうこんなになってたもん。おおまあしょうがないね、時間的な余裕が。はい、もともとそういうちょっと弾丸的なとこあるんで、うん、はい、危ない危ない。ザーマーシカ、あ、ここもなんかあるね。あるけど3980円は出せれんね。ああ、2500円、すごいな。これ2400円、三択ミニ丼っていうのは3つ入ってるの。あ、ここから3つ選べる的なやつです。すげえ本格的やね。でもお腹空いたし、どうせ食べるんだったら、はい、いいもの食べよっか。そうっすね。ねえ、仙人さんとかは値段は安かったですよ、かなり。本当？はい、すれば見に行きたいね、はい、見に行こうか。ふくさしぶっかけ丼とか安いが、本当に。あ、そう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 、こんな。あ、ふくふく満足セットなんかどう。そんなとおり行ったんじゃないかな。俺こっちにするわ。じゃあ僕もこっちにしようとしたら、はい、でもこっちは後で飲みながら。そうですね、うん、やってみたいから。はい、じゃあ仙人さんの名前に。ほっ、YouTube のチャンネルの方でね、あの、はい、ぶっかけ丼が美味しいってから言われてたんで、食べたいと思います。はい、いただきたいと思います。じゃあ、大盛りで。はい、はい、よっしゃ。ここでいいですか。うん、大丈夫大丈夫、はい、大丈夫ですか。はい、で、すごい、早速いただきましょう。高級食材ばっかりじゃん。フグの丼にフグの汁物に天ぷらとフライ、豪華。じゃあ食べましょう。いただきます。フグって人生初フグだと思う、本当に。いただきます。美味しい。ちょっとピリ辛のポン酢がかかった、丼っていう感じ。
うん、フグの身がゴロゴロ入ってる。へえ、美味しい。なんだろう、食感がなんかね、すごいアサリのなんか身の一部をこう凝縮したような感じ。美味しい。あら、美味しい。絡めますね。美味しかった。美味しかったですね。まあ、ちょっと次の場所にね。そうですね。うん、行くのにどこがいいかな。もしだけども錦帯橋、はい、行くんだったらそれはこちらここなんだけど、はいはい、ここで入っていけばこっちの錦帯橋、ね、行って、はい、朝起きてから錦帯橋近辺で観光してることもできるっていう。そうですね。でも朝食食べれるところあるのかな。あ、でも9時からやってるところもあるある。だから朝ごはんここで食べるのか、ここでから途中でお風呂入って、はい、そこ行ってで朝そこで食べて岡山まで爆走して帰るっていう格好で。決まりました、ルートで。できたから、はい、じゃあゆっくり、あとは途中のお風呂入って。そうですね。でゆっくりゆっくり目指そうか、はい、じゃあケンケンちょっと悪かったね、今から僕元気になったから、はい、運転変わります。ありがとうございます、お願いします。じゃあ行きましょう。よいしょ、行けるかな。このままサクッとターンさせちゃいます。お疲れ様です。あざす。あの湯、これ靴箱が珍しい。ここにそう、内側に横に入れるところがある。こんな初めて見た。入浴は大人だから140円、お手頃価格で多分ね、ゆっくりできる場所だと思うんだけども、次のね目的地時間といけんからあまりゆっくりできないんで、もう本当に今だって6時だけども、移動にあと2時間ぐらいかかるから、もうお風呂だけ入ってからもうパッと行きましょう。はい、行きましょう。はい、じゃあお風呂入ってきます。はい、お風呂は鼻がツヤツヤになりました。いいよ、いいお風呂だった。ちょっと次の目的地まで、はい、そうですね、行きましょう。頑張りましょう。行っちゃおう。はい、次のっていうか今日の宿泊場所は、今日の宿泊場所ですね。2時間ぐらい移動が長いね。そうですね、車旅なんで、うん、夜景を楽しみながら。夜景を楽しみながらですね、うん、あんまり専用に行きましょう。そうですね、ゆっくり行きましょう。はい、はい、ちょっとスーパーで買い物していこう。はい、珍しいな。そう、アルクさん、アルクムレーテンさんだから。よいしょ。頑張って運転するわ。こう見えても運転には得意なんだ。勇者なんだけども、はい、眠たいから運転変わったとかって、はい、言ったことはないから。あ、今までですか。今までないね。もう任して任して。本当ですか。さっきが30分ほどですか。今回は何分頑張っていただけるのか。違う、多分、ね、車がね、眠りを誘う車なんだ。運転が楽すぎてから。なるほど。そう、運転手が眠くなるっていうね。パワーあるしね。はい、よし、じゃあお願いします。了解です、任して。はい、お願いいたします。